こんにちは。一級建築士インテリアコーディネーター宅建士の金黒です。建物の外観をスタイリッシュにしたいというお客様から、外壁や屋根をガルバにしたいという相談がよくあります。ガルバとはガルバニウム鋼板のことで、他にも GL 鋼板というふうに呼ぶときもあります。少し前の私の動画で屋根の形状と雨漏りの関係性について動画をアップしたんですけど、その内容の中で屋根の形状のトレンドとして片流れ屋根が増えているということをご紹介しました。そんな片流れ屋根の形状だったり、またはシンプルな切り妻の時にガルバニウム鋼板の外壁や屋根がスタイリッシュに見えるので、ガルバニウム鋼板はこのところとっても人気のある外壁や屋根材です。そんなガルバニウム鋼板の特徴やメリットデメリット、またはメンテナンスについて今回はご紹介します。スタイリッシュな外観にしたい方や、ガルバニウム鋼板についてもっと知りたい方にとっては、今回の動画はとっても参考になるので、ぜひ最後までご覧ください。またこのチャンネルでは住まい作りにお役に立つような情報をこれからもバンバン配信していきますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それではガルバニウム鋼板について詳しく説明していきます。ガルバニウム鋼板は金属系の建築材料で、昔はよく金属系といえばトタンを使っていました。トタンの屋根や外壁はなんとなくイメージしやすいと思いますが、その後アルミ製のものが出て、今は金属系といえばガルバニウム鋼板が主流になりました。ガルバニウム鋼板はアルミニウム 55%、 亜鉛 43.4%、 シリコン 1.6% で構成されていて、アルミニウムの錆に耐える力の耐食性と亜鉛の錆を防ぐ力の防食作用があって、お互いの良いとこ取りした建築材料です。ガルバニウム鋼板の最大のメリットは、何といっても他の壁や屋根材に比べて圧倒的に重量が軽いので、耐震性が高い建物になるっていうのが最大の特徴です。例えば屋根としてガルバニウム鋼板を使うと、瓦屋根に比べて7分の1や8分の1程度と圧倒的に軽く、スレート屋根と比べても3分の1程度と、建物に対する負荷が少ないので地震に強く耐震性の高い建物になります。その他ガルバニウム鋼板の特徴として、屋根で使う場合、瓦屋根だと4寸勾配っていう一定の角度がないと雨漏りの原因になりやすいんですけど、ガルバニウム鋼板の屋根は屋根の勾配を緩くすることができるので、スタイリッシュな外観のデザインにも対応できます。またガルバニウム鋼板は他の金属材料と比べて耐久性が高いので、コストパフォーマンスも高い材料というふうに言えます。またガルバニウム鋼板にはいくつかデメリットもあり、最大のデメリットは意外と施工費用が高いのがガルバニウム鋼板の特徴です。ガルバニウム鋼板を施工しようと思って外壁屋さんや屋根屋さんに頼むと、実際施工するのは板金屋さんで、そこで中間マージンを取られているっていうことがあります。板金屋さんに直接頼んだとしても、ガルバニウム鋼板は金属なので一旦当たってしまうとへこんだり、傷がついてしまうとその傷口からサビになってしまうので、一旦当たってしまうと違う材料で施工します。また建築現場には足場があるので、その足場の間をうまくきれいに搬入して丁寧に施工するので、どうしても施工費用が高くなりがちです。またガルバニウム鋼板は金属なので断熱性能は弱い材料だと言えると思います。真夏の太陽が当たってしまうと触れないぐらい熱くなってしまったり、キンキンに冷えた冬は外壁材がキンキンに冷えてしまうので、熱伝導率の関係で断熱性能はかなり悪い材料と言えます。また金属なので遮音性も低く、強い雨が当たってしまうとパラパラパラって音が建物の中に響く時もあります。そういう断熱性能や遮音性能を高めるために、最近このガルバニウム鋼板の中に
断熱材などを入れた屋根や外壁材もあるので、そういう材料を使った方がいいと思います。またガルバニウム鋼板の特徴の軽いっていうところが逆に裏目に出てしまって、台風の時に剥がれてしまったり、または物が飛来して当たってしまってへこんだり傷ついてしまう時があったり、金属なのでどうしても熱伝導率が高い関係で結露しやすかったり、潮風に弱いっていうのもガルバニウム鋼板の特徴です。次にガルバニウム鋼板のメンテナンスについてご紹介します。ガルバニウム鋼板といえば錆に強く腐食しにくいのでメンテナンスフリーって言ってる方もいらっしゃいますが、実際はガルバニウム鋼板もメンテナンスが必要です。ガルバニウム鋼板は金属なんですけど、実際施工する現場では、表面は確かに錆に強かったり腐食しにくいんですが、屋根の形状に合わせてカットするとこの小口の部分がどうしてもそこからわずかながら錆びてきたり、外壁に使う時も窓の大きさに合わせて切って施工するので小口の部分は若干錆びてきたりします。錆の種類もいくつかあって、一番多いのが赤錆で、赤錆はガルバニウム鋼板が傷ついたところから発生する錆です。例えば芝刈り機で小石が飛んできて壁に当たってしまったり、自転車が倒れて壁に当たったり、子供が遊んでいて石やおもちゃなどの硬いものがぶつかってしまったり、車で飛ばされた小石が当たってしまってそこから錆になってしまうことがあります。次に白錆っていうのもあって、潮風が吹く海の近くや池や川や水路など高温多湿な場所で起きやすい錆の現象です。金属の錆というよりも白い斑点がガルバニウム鋼板の表面に出てしまう現象で、ガルバニウム鋼板のすっきりしたデザインが魅力なのに対して白い斑点がついてしまうと美観的にも非常にマイナスになってしまいます。白錆はガルバニウム鋼板の表面メッキに含まれている亜鉛が酸化して表面に出てしまう現象です。特に濡れにくく、一旦濡れてしまうと乾きにくいところに白錆が発生します。他にももらい錆っていうのがあって、他の金属の錆をガルバニウム鋼板がもらってしまう錆のことです。錆びたネジが壁に当たってしまうとそれだけでももらい錆になってしまいます。他にも近所に電車が線路を走っていて、そこに電車が通るたびに線路には削られてその鉄粉が壁に当たり、ガルバニウム鋼板がもらい錆を起こしてしまうこともあります。また錆びた自転車が外壁に当たってもらい錆が発生することもあります。他に電飾っていう現象もあり、電飾は錆びていなくても他の違う金属と接することでガルバニウム鋼板が劣化してしまう現象です。金属以外でも木造と接触することで電飾になって錆びてしまうこともあります。ガルバニウム鋼板が錆びてしまうとその錆をきれいに取ってその上から塗装するんですが、ガルバニウム鋼板自体汚れがつきにくい分だけ塗料も塗りにくく、ガルバニウム鋼板の塗装に詳しい業者に任した方がいいと思います。またまだガルバニウム鋼板に錆がついてない状態のメンテナンスは意外と簡単で、水をきれいに全体にかけてあげるのがメンテナンスとしてはいいです。特に潮風の強い地域や酸性雨がよく降る地域は水を定期的にかけるのがおすすめです。酸性雨といえば交通量が激しく排気ガスが多い地域だったり、風が強い地域も酸性雨が降りやすいので、そのような地域は定期的に外壁や屋根に水をかけるのがおすすめです。ガルバニウム鋼板はデザイン的にもすっきりしているので、スタイリッシュな外観だとかなり似合う外壁材で、それを気に入って施工される方が多いんですけど、まだ施工していない方は今回紹介した内容をよく知った上で施工した方がいいと思います。今回説明した内容を気にされる方は、こういうガルバニウム鋼板風の洋業系のサイディングも出ているので、そちらで施工を考えるっていうのもありだと思います。またすでにガルバニウム鋼板で施工をした方にとっては、今回ご紹介したように錆が出ていないのかよく点検したり、また定期的に水をかけてメンテナンスするのがおすすめです。今回は
ガルバニウム鋼板の特徴やメリット、デメリット、メンテナンスについてご紹介しました。これからも住まいづくりにお役に立つような情報をバンバン配信していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは。